糸満市立塩平中学校は沖縄県糸満市やハゴにある公立中学校である。通称は塩中。糸満市内の公立中学校の中では糸満市立西崎中学校に次いでブレザーの制服が制定された。校舎の至るところに木材が使用されておりバリアフリーの設計がなされている。校内にはバスケットボールのリングや日本庭園などがあり。 それぞれ、ドリーム広場、ドリーム庭園と名付けられている。ドリーム庭園糸満市立西崎中学校のマンモス校状態を解消するため、2001年4月に糸満市内6番目の中学校として開校した。校区は、糸満市立塩平小学校と糸満市立三広小学校の一部からなる。ただし、三広小学校卒業生のほとんどは、 西崎中学校に進学するため、実質的には塩平小学校出身者のみである。1997年に西崎中学校の過密解消のための分離校建設を、議決1998年新設分離校、建設委員会の発足1999年、教育委員会会議において学校名を、塩平中学校に、 決定1999年2000年2000年第1回校内、開校準備委員会一職場交付2001年部活動は、バドミントンや合唱が盛んである。合唱部は2005年の九州合唱コンクールにおいて、初出場ながら、銀賞を受賞している。公式ウェブサイト学校の遠隔。ありがとうございます。